年のクリスマスは、プランツさんにケーキを予約してます。プランツさんですね。今日は引き取りに来ました。こんばんは。撮っていい？ありがとうございます。いや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 、とりあえず撮りに来ましたっていう動画撮ろうかな。お忙しかったろう、クリスマスは。わあ、綺麗。すごい。ありがとうございます。お時間どのぐらいかかられますか？あ、もうそんなにかかんないです。はい、もうそのままでいいです。ございます。はい、お、お疲れ様です。疲れとったろう。あら、ちょっと待って、映ってない、ごめん。オッケー、お疲れ様でした。まだ明日もあると思うけど、じゃあまた正月明けにありがとうね。ありがとうございました。じゃあまた良いお年をお疲れ様です。ありがとうございました。プランツさんでした。クリスマスのオードブルはチキン南蛮クレタさんに今年はお願いしました。これですね、23、24、クリスマスオードブル予約の方、受付のみ営業です。あ、こんばんはこんばんは、すいません、あの、増田です。あ、これちょっと外側とか撮っていいですか？ここら辺の看板とか。あ、で、YouTube ちょっと上げてもいいですか？あ、はいありがとうございます。いやいや、ただ受け取りのあれなんですけどありがとうございますちょっと今、プランツさんにも行ってきたんで、すいません、最後になっちゃって。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです、去年ちょっと買えなかったんで。あ、本当ですか？ありがとうございます。お題を、はい、無事受け取りいたしましたありがとうございます。すいません、はい、すいません、最後になっちゃって。ありがとうございます。また食べに来ます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。クレタさんでした。おおおおお、クレタさんでした。ありがとうございます。いただかせていただきます。今年の、クリスマスケーキとクリスマスオードブルです。これプランツさんの紅茶ミルクティー、あ、紅茶のケーキかな。めちゃめちゃ綺麗です。美味しいですね。また来年のケーキも楽しみです。それと今年は、去年プランツさん頼もうと思ったらもうすでに品切れだったので、今年はこんな感じだそうです。南蛮タルタルソース漬け、鶏の唐揚げ、自家製麹ハムと無添加ソーセージ、エビの香草パン粉焼きとチキンテリーヌ、グラスフェットバターのピラフ、豆のサラダ、紫キャベツのラペ、
人参のラペ、スレンコンにフライドポテト、うん、満載ですね。こちらが2000円頼んだ別のオードブルです。とこちらが、5000円のオードブルですね。今年はこのセットで楽しませていただきます。ありがとうございます。